先生、さようなら。はい、さようなら。気をつけてくださいね。ふ、また一雨来そうですね。さようなら。はい、さようなら。あ、葵さん。何ですか？あ、その、今日も曇っていますが、この時期に熱中症になる人は意外と多いみたいなので。だからその、水分はこまめに取るようにしてくださいね。はい、わかりました。あの、最近は、眠れるようにはなりましたか？何かあったら、私に何でも頼ってくださいね。なんと言っても、私は葵さんの先生なんですから。はい、気遣ってくれてありがとうございます。でも、大丈夫です。最近はちゃんと寝れているので、心配しないでください。そうですか。はい、それじゃあゆかり先生、さようなら。はい、さようなら。寄り道しちゃダメですよ。はい。はあ。ゆかり先生、お疲れ様です。そろそろ雨が降りそうなので、もう中に入られた方がいいですよ。ゆかり先生、どうかされたんですか？私は、ダメ教師ですね。うん。すみません。今なんて言いましたか？何でもありません。私たちも仕事を終わらせて、早く帰りましょう。さあ、頑張りますよ。ゆかり先生。今日は職員会議があるので早くは帰れませんよ。ああ。お姉ちゃん、どこに行っちゃったの？なんで帰ってこないの？お姉ちゃん。え？あ、鶴巻さん？それでね、いたこさんとずんこさんとずんだむしさんを助けるために、お姉ちゃんもどこかに行っちゃったの。もう1ヶ月も経つのに、全然連絡も取れないし、何度も襖の中に入ろうかと思ったんだけど、お姉ちゃんに絶対に入るなって釘刺されてるから。それに多分、行ったところで、きっとお姉ちゃんの迷惑になるだけだと思うから。ごめんなさい、鶴巻さん。襖の中にお姉ちゃんが消えたなんて、変な話しちゃって。うん、もう大丈夫だよ。傘、ありがとうね。今度返すね。それじゃあ。え、これ。私が、唯一好きなプロテインバー。鶴巻さん、なんで知ってるの？あ、鶴巻さん、私、辛いよ。寂しいよ。お姉ちゃん、もう二度と帰ってこないんじゃないかって。心配で、全然眠れなくって。お姉ちゃんがいなくなっちゃったら、私。うわぁ！鶴巻さん！中止。自分から窓は危ないから近づかないようにって言ってたのに、なんで近づくの？申し訳ありません。窓に見えた人影に見覚えがあるような気がしてしまいまして。まあいいや。ところで、ここはどこなんだろう？また変な生き物がたくさん出る場所なのかな？いえ、ここには先ほどの場所のような危険な生物はほとんどいないはずです。ブラックアウトしていない窓だけは例外ですか？そうなんだ。それより、顔なしさんは何か飲み物は持ってない？いえ、顔なしは見ての通り口がないので、喉も乾かなければ空腹も感じません。なので顔なしは飲食物は所持しておりません。そっか。飲み物をご所望でしょうか？うん、そろそろ水筒の水がなくなりそうだから。それであればここはうってつけの場所でございます。私についてきてください。自動販売機だ。はい、この場所にはこういった自動販売機やウォータークーラーなどが点在していますので、飲み物に困ることはありません。そうなんだ。アーモンドウォーターって何？アーモンドウォーターはこの世界のほとんどの場所で手に入る非常に栄養価の高い飲み物でございます。この液体には糖質、タンパク質、脂質、そして人体に必要な各種ビタミンやミネラルも含まれており、これさえ飲んでいれば食事が必要ないほどです。さらにはこの世界に存在する危険な生物の一部を手なずけたり、また遠ざけたり、種類によっては病気の症状や精神状態を安定させたいと、まさに万能薬と言っても過言ではない。うちアーモンドちょっと苦手。それは致命的ですね。ホットエビフライジュースはないの？そのような冒涜的な飲み物は聞いたことがありません。じゃあ他の味は？そうですね、同じアーモンドウォーターでも苦味があるものや無味無臭のものもあるようですが、どちらも通常のものと違い有益な作用がある反面副作用もあるので、日常的に飲用するものではありません。申し訳ありませんが、
ここは我慢して飲んでいただくしか。まあそう言わずに、飲んでいればそのうちになれるかもしれません。僭越ながらここは私がおごらせていただきますので。あれ、どうしたの？財布を持っていたはずなのですが、どうやらどこかで落としてしまったようです。ですがご心配なく、この場所にはウォータークーラーもありますので、そちらを探しましょう。叩いたら出てこないかな。ははは、何をおっしゃっているんですか。私を叩いてもキーツの声しか出ませんよ。何の話？ここから出る方法がさっぱりわからないのだ。もう結構歩いてるけど、屋根裏部屋から下に降りる階段が見つからないのだ。時々床に穴は開いてるけど、どれもこれも降りられそうもないのだ。早く出たいのだ。のだ。ドアがあるのだ。なんで屋根裏部屋にドアがあるのだ。反対側には、何にもないのだ。このドアは何なのだ。何の意味があるのだ。いや、きっとこれにも何か意味があるのだ。考えてもみるのだ。ここは食べ物が急に腐ったり、大量の高橋の幻覚を見たりするとっても不思議な場所なのだ。それに、この場所にはコンクリートに開いた穴を通ったらたどり着いたのだ。しかもその穴はすぐに消えちゃったのだ。ということは、このドアを開けたらまた別の場所に繋がっている可能性が非常に高いのだ。今までの経験から考えて、次にたどり着く場所は、そう、このドアを開けたら、わかるのだ。ヒュッ、オー、エル、Quality of life. 証明完了。決まったのだ。よし、早速行くのだ。なるほど、ご友人の家族が2人と、ズンダムシさんというペットがこちらへ迷われてしまい、その方々を捜索するために、アカネ様もこの場所へいらしたのですね。そうだよ。皆様無事だと良いですね。私も確か、人を探しにここへ来たのですよ。そうなの？ええ、確か私の大切な、大切な。私はなぜ、ここにいるのでしょうか。知らない。肝心なところがどうしても思い出せません。申し訳ありません。今の話は忘れてください。ところで、ウォータークーラーがある場所にはまだ着かないの？もう少々お待ちください。それにしても、妙ですね。妙？いえ、この場所はとても安全なので、人間が複数の組織を作って住んでいるはずなのです。ですが、不自然なほど人の気配がしません。そうなの？はい、これだけ歩き回っていれば、誰かと会ってもおかしくはないはずなのですが。待ってください。誰か近づいてきます。少し挙動がおかしいですが、人間のようです。武器を携帯しています。下手に刺激するような真似をしてはいけません。私が話をしてきますので、そこで少々お待ちいただけますか。ガオナシさんがそのまま出ていくのは大丈夫なの？あ、確かにそうですね。何か顔を隠せるものがあれば良いのですか。それならいいもの持ってるよ。止まれ！そこにいるのは誰だ！私は君に危害を加えるつもりはない。武器も持っていない。だからどうかその銃を下げてくれないか。なんだお前は。そのお面はなんだ。ふざけているのか。すまないが、事情があってこれは外せないんだ。だが、私は決してふざけてなどいない。どうか私を信じてほしい。そんなことはどうだっていい。お前は何者か。どこのグループに所属している。なぜこんなところにいる。そんなに一度に質問されても答えられない。ここは安全な場所だ。どうか落ち着いてくれないか。黙れ。もういい。俺はここから出るんだ。出口はどこだ。深呼吸してくれ。一旦リラックスするんだ。あいつらとは一体、誰のことなんだ。あいつらは、俺の仲間を、俺を助けてくれた仲間たちよ。おい待て。お前の後ろにいるのは。え、後ろ。面白そうなもの持ってるね。そのおもちゃ。ちょっと見せてほしいな。いいやろ。出てきてはダメではありませんか。暇だったから。申し訳ありません。この子は私の、その、娘でして。もういないよ。あ、せっかく人に会えたと思ったのに。ところで、あいつらが来ると言っていましたが、彼は一体何に怯えていたのでしょうか。落とし物だ。この場所に人がいないことと、何か関係があるのかもしれませんね。アカネ様、もしかするとこの場所はもう危険かもしれません。急いでウォータークーラーを探してここから。え
だ。やっと出られたのだ。変な部屋だったのだ。部屋にあったドアが。なんだっけなのだ。まあとりあえず出られたからよしとするのだ。ところで、ここはどこなのだ。お外に出られたのはいいけど、どこかわからない場所なのだ。お家までの帰り道を誰かに聞かないと帰れないのだ。のだ。この道をたどれば、きっと誰かに会えるのだ。でも右と左、どっちに行こうかななのだ。こういう時はあれなのだ。よし、こっちなのだ。僕は絶対にお家に帰るのだ。おもちゃかと思ったけど、本物だったんだ。顔なしさん、顔のそば打っちゃってごめんね。顔なしさん。は、申し訳ございません。少々意識を失っておりました。そんなに怖かったの？いえ、そういうわけではありません。どうかお気になさらず。そっか、じゃあ行こうか。あかね様。どうしたの？大変恐縮なのですが、一つ、あかね様にお願いしたいことがあります。よろしいでしょうか？何？先ほどの発砲を日に一度やっていただくことは可能でしょうか？見せてくれるならいいよ。何をお見せすればよろしいでしょうか？中身。お姉ちゃん、今、迎えに行くからね。